アウェーゲーム、ホームではまだ一度も負けていませんが、アダウィトンから川端、おお、1対5。今日はお祭り騒ぎです。ジュビロ5得点。川崎が切れてるわけではないと思うんですけど、まあ前線の選手に入った時のジュビロの、まあ、選手の確信を持った飛び出しっていうんですかね、はい、非常にこうパワーもありますけどスピードも、まあ、兼ね備えてますし、ちょっとそこに対しての、まあ、川崎の守備が追いついてないというか、はい、先ほどの川辺の2得点目もそうですけども、ちょっと遅れとってますね。そうですね。